噂はアカン4支給や藤波とや俺は1支給やレイズとマイナー契約を結んでいる上沢直行は10日ドミニカ共和国で行われたレッドソックスとのオープン戦に救援登板した。この日の噂は1回3分の2を投げて1安打4四球5失点で逆転を許し敗戦投手となった。打たれたのはホームランの1安打のみだが4四球を出す大乱調。ここまで3試合に登板して0勝1敗防御率 20.65 5回3分の2を投げて6奪三振7四球。開幕マンに首まじであるぞ。噂はレベルが通用しだしたら日本の上位プレイヤーが軒並みいなくなってしまうから正直安心。山本とか頭一つ抜けてる人が挑戦するくらいでちょうどいい。ボールにもアジャストできてないのが厳しいな。これでメジャー契約は現実的ではないな。厳しい方を選んで頑張ってる男だからなんとか結果として現れてほしいが、逆に3回もチャンスもらえたのが驚きだわ。球速の出ないノーコーンアンとかいう地獄、マジで去年の FUJI を下回る可能性しかない。オープン戦2度目の登板となったメッツの藤浪は制球に苦しみ1回も立ず3安打1四球2失点自責1で敗戦投手となった。タイガース戦で同点の8回にマウンドへ。先頭クライドラーニ3一とカウントを悪くして左伝打1死後に敵地打を許し、続くマドリスには2ボールからの直球後2塁打された。結局2死3塁から四球を与えてイニングの途中で降板。25球のうち12球がボール球で最速 97.4 マイル約157キロだった。地元放送局の解説者は落胆のせいか藤山失礼藤波だった、前回はいい登板だったがブルペンの最後の椅子を争っている状況だからなのか、ちょっと守りに入っているのかもしれないな、評価が難しいと首をひねった。ボルケノが藤山になっててくさ、93マイル安定させたら普通にいいピッチャーなのに100マイルを出してクロマンあふれる藤。阪神時代にも同じように球速を抑えて投げたことあったけどボコボコに打たれてすぐにやめてたよ。100マイル超えですらそこそこ打たれてるのに93マイルに抑えたら打ち込まれるだけでは。藤波はいつもこれなんだよな、良い時と悪い時の差が激しすぎる。ピャン中にはたまらない藤原ちゃん、これだから藤波はやめられねえ。相手打者の能力より自分の好不調で全てが決まる男藤波。毎回ギャンブルだな、応援する方にも力が入る。下振れにたメッツが全部悪い反省しろ。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。